猫族は猫科のうち家猫に近縁な種からなる族。家猫は家畜化されて世界中に拡大しているが、猫族本来の分布域はアフリカ、ヨーロッパ、アジアの熱帯から温帯にかけてである。日本列島にはもともと生息していない。分子系統解析の結果を反映させた2017年の分類体系によれば7種が認識されている。和名は断りのない限り沢に、 英名は IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従う。ただし灰色猫、家猫、リビアヤマネコをヨーロッパヤマネコの足とする見解もある。この場合、猫族は4種で構成されることになる。分子時計による分岐年代推定によれば500万年から700万年ほど前にベンガルヤマネコ族と分岐したと考えられる。リンの自然の体系で 猫族とされたものは7種あった。これらは19世紀までに新棚族へと分割されていき、1917年にレジナルド・インズ・ポコックが猫加減性種の分類体系を整理した際に、現在の猫族とほぼ同様に限定された。ところが、猫加減性種は形態の差異が乏しいことから、再度まとめられることが多くなり、極端な場合には、 氷赤やチーターを除くほとんどすべての猫加減生種が猫族に所属させられることもあった。現在では、おおむね先進予の開始までに分岐したと考えられる、単系統群を族として扱うようになっている。IUCNSSC の体系では常、染色体の解析で、分岐年代が80万年以上であることを種の、境界として用いているためこれらはいずれも別種となる。 一方ドリスコールへーるは、遺伝子交流の証拠があることをもって同意しとしている。立場の違いであってどちらが正しいというものではない。ありがとうございます。